が空、そしてオレンジの、あここは距離を詰まっていく。さあガードを上げて左を伸ばしていったの山下、ボディを狙っていく、あったのパンチを捉えていく。山下が前に出てきます。いい打ち合いですね、竹原さん、山下どんどん前に出てきますね。いいですね、はい、残っているのは福永、まあ、福永君もね負けています。あここは青いグローブの山下です。ワンツースリーコンビネーションを見せていく。あワンツー左をついていく。ここは少し距離を取っていくか、ワンツーを狙っていきます山下です、まあ、山下君の方がねちょっとアグレッシブっていうか、ちょっとへんへんどっちかというと福永がどっちかというと正面で構えて、はい、あと前後左右でさあいますね、やっぱりね、四国だったらどうしてもパートナーも少ないと思うんですよね、はい、ことですね。ここは左のダブルで稽古なども福永君のボクシングはどっちかというと正直っていうか、やり1で26歳になりました山下。さあここは赤いグローブの福永、青いグローブ左を伸ばしていきます。あ、頑張って打とうとするときに、手でバランスを崩すんですよ。あ、そうですか。上手だなと思いますね。まあということは相手のパンチよく見えている。これですから、この左のジャブ、竹野さん効果的に入ってますか？入ってますね。やっぱりね、左ジャブからフックもらってますからね。はい。さあお互いに左を合わせて上下の内訳。あ右、いやパンチを返せるかどうか狙っていく、はい、山下君はね打ち合うときは、ね、ちゃんとガードが上がってるんですよね。なるほど、あーっと最後は左下がダウンを奪っていきました。残り時間第3ラウンド15秒、前に出ていく山下、前に出ていくパンチが出ない福永、第3ラウンドなくなってきました。さあここは耐えられるか福永、なんとか耐えられるか。ここでコンビネーションの時はまとまってね、小さなパンチで連打打ってるんで、回転でいるんで、はい、飛び込んでの左フック、はい、1分のインターバルでダメージ回復。そうですね、あと序盤からねペース握られてるんで、はい、どうごまかしながら戦うか、もしくは強引にいくか。ここも前に出ていく山下、ロープを背負っている福永、左フック、タイムフック、パンチを集めていく、ラッシュラッシュ、山下のラッシュ、前に出ていく、ダウンを奪われています福永。ストレンジの試合、さあここも最後のフック、ロープを背負っているのは福永、相手にプレッシャーました、まあ、福永君はねこれでしのぐしかないですよね。そうですね、はい、ガードしっかり上げて集中してコンビネーションがいいですね、はい、前のラウンドでダウンを奪われました、はい、福永です。ここは頭をつけてお互いにしよう。いやミスさん、この我慢比べを見ている方としてもハラハラしますよね。そうですね、互いに、あワンサーカッパー、アボがある、そしてフック、いや竹原さんいいパンチ、そうですね、ノイダのがね今繋がってますので、はい、さあ相手を見て、隙を狙ってあとは我慢比べです。これですからパンチを受ける方もそうですけれども打つ方も疲れるわけですよね。そうですね、はい、あーっとダブルダブルダブル、右が当たったんですね、はい、さあここは福永がいけるかどうか、ガードの隙間を狙ってパンチを打っていきます。第4ラウンド間もなく30秒切ります。ワンツーを返す山下、頭をつける、結構いいのがレバーに入りやすいんで、このショートレンジの打ち合い、そうですね、あこのショートレンジのアッパー、コツコツと相手のアゴを狙うフック、そして今ダブル、フックを返していくのは山下、はい、こう下がるわけにいかないわけですからね。そうですね、もう完全にね、山下君、ただこうもらってもお互いにしっかりパンチ返す。さあここはボディ、いや高橋さん、あのボディですね、でも山下としてもしっかりパンチを返す、左が伸びていきます、そしてこのボディ、お互いにボディでいきます山下。状況が続けば福永君の、ね、目がもう完全に下がりかけてるんで、この接近戦、あーっとここはいいパンチ、強烈なフックが画面を捉えていきます山下。いや武田さん、この最後のフック、はいはい、このフックからアッパーですね、この我慢比べ、あーっとお互いに強烈なパンチを返す、頭を引き出してって言います山下です。あ距離が詰まっていく、中に入ってこう例えば
さあ右に、あーっと左引く、あー右引く、あーそしてもう一度ちょっと右ガードが下がって顎があるのが、はい、そこはちょっと怖いですよね。足を止めています。クラーそうナイスですね。パンチが顔面を捉えた、パンチが捉えた、出ない時間帯もありましたよ、はい、ただここは右を返していく、前に出ていく、今度は山下が前に出ていく、あーっと左顔面を捉えた、今度は体勢が入れ替わる、そうですね、逆転しましたね、山下のラッシュ、山下のラッシュ、いや激しい、残り30秒切ります、アッパーコンビネーション、顔面を捉える福永、さあ第7ラウンド時間がなくなってきました、そういきますかね、まあいくと思いますよ、前に出ていく、はい、コンビネーション見せるのは福永、手が全部つなげていきます、さあこれが最終ラウンドです。左の突き合いから右引きです。第3ラウンドに山下がダウンを奪いました。右ストレートからつなげていく、前に出ていきます福永、ただ顔面にパンチを返して、あただお互いにすごい流血になってきました。さあ残り時間が最終ラウンド10秒切ります。前に出ていく福永、前に出ていく、ガードを上げる山下、さあ残り時